租税情報交換条約によって、タック成分、イギリス領もマカオも全部、お互いに情報交換するように、昨年から、48カ国ぐらいと一気に結びましたので、それと中国人の要人口座の件に関して言えば、昨年の12月27日、アメリカの財務省が、ウォール・ストリートに命じて、すべて中国人の要人および要人家族のウォールストリート内での勤務状況と口座内容を FRB に報告するように命じまして、これが今も実際に行われています。いや、それで例えばね、ゴールドマン・サックスのポールソンなんか昔ね、中国に何十回と行きましたと言うんだけれども、今の中国の金融のシステムというのは全部アメリカが構築したんです、そうですよね。ということはアメリカはね、中国経済を、ね、中国の金融システムをぶっ潰すためにはどうすればいいかと、よく分かってる、よく分かってるわけですよ。だから香港上海銀行なんかそうですよね。分かった上でね、あいつらいろいろことやって、例えばね、その中国の軍事力だとか何かっていうのをものすごくプレイアップするわけですよ。あの人たちが言うなればね、経済的な金融的な観点から中国ぶっ潰すなんて簡単なことなんです。簡単です、ね、ところがそうじゃなくて中国は強い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 って大変だ大変だっつって ね、我々が知らなきゃいけないのは、なんでアメリカが中国の脅威ばっかりこのところ強調するんだよとね。そうでしょ、例えばあれですよ、あれでもそうですよ、なんだハッカーの戦い、あれだってね、中国のハッカーがこう入りましたとかなんかっていうことやりますよね、それ以上にアメリカやってんだから、そうですね。だからあれですかね、温家宝の2200億円、このニューヨークタイムでポロッと出した、アメリカ政府からの、ちょっと驚きでしょうね。あれだから中国の、政治だって、昔もそうですけれども、ロシアもそれやってましたよ。変な情報をすぐ出すわけですよ、そして権力闘争を激化させるというのは、だからあれですよね、鄧小平 の長男だとか、1兆2000億とか言われてますけどね、実際あの2200億をニューヨークタイムズボンと出した瞬間、中国の要人はみんなぶるったと思うんですよ、だから我々はね、そういうことをどうして、調査しないのよと、情報収集しないのよと、一切どこもやってないようなこと、そうですね。いやだからね、まあちょっとこの真っ黒化の顔は尖閣諸島もね、あれは中国が圧力をかけてるからね、止められてるだけじゃなくてアメリカからね、止めさせろよという圧力もあるというね、いろんな今言ったようにね、単なる中国はさ、どんどん軍事力拡大してね、強くやってるだけじゃないっていうね、やっぱりさっき言ったようなアメリカからの視点、中心はどこだっていうね。中国の貿易決済通貨って、香港ドルなんですよ。香港ドルっていうのはドル預託通貨といって、裏付けがドルなんですね。で、香港上海銀行もスタンダードチャーター、これイギリスの東インド会社ですね、昔の。これも自国の持っている金、米ドルを担保にして発行してで、もう一個が中国銀行発行の香港ドルで、これは中国の持つ米国債が担保なんですが、この米国債はアメリカはスイッチ一つでゼロにすることができるので、その瞬間に中国はもう食料自給率 85% 前後になってますので、食品が枯渇する状況になるので、それが最大 の今中国に対する圧力ですね。チャンネル登録もよろしくお願いします。